近畿霊夢局、続きをやりましょう。最初このゲームホラーゲームだと思ってたらバカゲーだったんですよ。でバカゲーかと思いきやストーリーがめちゃめちゃ面白いんですよ。で今からもう多分幽霊と戦わないですね。うん、今まで貞子とかあと花子さんボコボコにしてきたんですけど、今回多分普通に人間殺しますよね。小日向っていうなんか上司を多分ぶち殺すことになると思うんですけど、じゃあ行きますね。もうこの後編から見た方、何言ってるか分かんないと思うんで、マジで前見てください。めちゃめちゃおもろいっす、このゲーム。行きます。なんかね、まあほんと振り返ると、この、なんか白石ちゃんっていう、セーラー服を着てる、まあ JK かと思いきや、なんかこれコメントのシートもらったんだけど、これ27歳らしいね。27歳のセーラー服着ためちゃめちゃ強い女の人が、裏切られたんだよね、上司に。で、殺されかけて復讐しに行くみたいな流れになってんだけど、で、ここにいるね、巫女さんたちも、なんかすごい、なんか儀式みたいなやつで、それ奪われて、小日向ってやつに。で、みんなでボコボコにしに行こうぜっていうところで、今終わったんだよね。うん、どう？もう、ホラーゲーム感一切ないっしょ。てかね、待って、これもう終盤なんかな。前回さ1時間40分ぐらいの動画だったんだけど、これもしかしたら30分ぐらいで終わったりする？今何すんだっけ。あれもう全部終わったんだよね。全部終わったってことは、ちょっと待ってね、話しかける、ちょっと待って、一回スキップするよ。スキップ、待って、これもしかしてこれ全部俺前回全員に話しかけたのに最初からになってんじゃねえかおい。はい、おっぱいタイム。で、おっぱいタイムし終わった後に、キクカに話しかければいいのか。キクカはっていうのは多分この子のことなんじゃないのかい。あ、やっぱそうだよね。来た。どうですか、そろそろ出ますか。行こうぜ。小日向の脳天、もうゼロ距離でショットガンぶっ放そうぜ。で、破裂させよ、頭。うん。西川主任にも伝えて。あ、ちなみに前回ですね、私この村のことを西川村って言ってたんですけど、西川村ですね。すいません。さあ行こうか。装備がすごいな。マジジョンウィックだな。あなたの横に落ちてた二重式です。はい、奇跡的に壊れてなかったんで軽く整備してサプレッサーつけときました。おお。遠距離はスコープ付き MK14 で狙ってください。まあ釈迦に説法か。あ、で、ハンドガンね。サプレッサー付き9ミリ拳銃です。室内は音が響くので、ライフルよりこちらを。ああ、そうなのね。サプレッサーついててもってことか。プレートキャリアと、暗視ゴーグル付きヘルメット。コールオブディティ。今からやるの。全然幽霊とか関係ないよね。暗視ゴーグルは、秘蔵の一品で、ずっと暗いに眠ってたんで、途中で壊れたらその時はすみません。ああ、なるほどね。オフルってことね。なるほど。まあでも幽霊は出てくるでしょ。小日向側も幽霊用意して、捨て駒みたいにするでしょ。すごい、もう、重装備すぎる。いいね。てかもうさ、セーラー服関係なくない？いいじゃん、別に。シャオラ。いや、シャオラじゃねえのよ。もっとアーマーとか着よう。それもう、セーラー服意味ないのでは？おい、言われてるやんけ、お前。巫女さんももう関係ないよね。他に服持ってきてないから。あ、そうなのね。さ、右上にスティンガーあるのおもろ。俺、ちょっと、このゲーム、ついつぼらよね。なんか、シュールすぎて。西川さん。西川主任は？あやねでいいです。おう。いや、この子も強いんだよ。てか、この、巫女さんたちもちょっとチートよね。だってここで戦闘員たちと戦った時にさ、めちゃめちゃ撃たれてたのに一人も死ななかったぞ。あやねちゃん、にしとくよ。うん、もう。いいね。ちょっと絆が芽生えてんのかな。女子高生に化けるの好きやのに、女子高生と距離感つかむの偉い下手ですね。そっか、めっちゃ年上か。あの子はちゃんと、あれだね。学生なんだね。君はね、もうちょい言葉選ぶ癖をつけるといい。いいね。聞くかは。戻ってくるまでみんなまとめといて。銃の状態、残弾、応急品のチェックを念入りに。うん、了解です。すごいな、本当に。これ巫女さんと JK 風27歳だからね。
ドローンを失い、現地の状況がつかめなくなった今、小日向は直接西川村まで来てる可能性が高い。あ、こっち来てんの。鉢合わせたら父の敵というか村の敵取っていいですよね。いや、どんどんやりな。殺された人の分全部拷問しようぜ。事件の真相を吐かせてからね。いや、なんだかんだヘイト溜まってるけど、小日向もなんか仕方なくみたいなところありそうな気すんだよな。行きましょう。まあ、だとしても殺すけどね。あのミコちゃんたちめちゃめちゃ死んだからさ。あ、どうか。まあそりゃそうか。ちょっとめんどくさがってるよ。でもさ、ほんとこの白石ちゃんがめちゃくちゃ強いんよね。ほんまに元自衛官か、あの人。ほんとにちゃんと元自衛官なの？なんか元自でなんか水気なんちゃらなんちゃらとか言われてたけど、もうあれよね、なんかスペシャルフォースみたいなさ、なんか自衛官の中でももっとすごい人たちみたいな。多分それよりもっとすごいってことでしょ。やばいやろ。27歳よ。すごくない？さあ。ああ、幽霊や。兵士幽霊や。幽霊？あれが、もう幽霊とか関係ねえしやん。もう武装してるしよ。めっちゃショットガン持ってるやん。焚き火すんなよ。霊務省が交流した違法幽霊の中から知能面、体力面に優れた悪霊を選抜し、そんなに言ってんのも。高度な軍事訓練を受けさせた、通称、遊撃連隊だそうです。死者の軍事利用、がっつり国際法違反だけどな。霊務局って何なん？いや、めっちゃいるな。しかもそっか、殺された巫女さんたちも幽霊化してみたいなことってあるんでしょう。紹介、無線での連携、射撃能力、一般兵力と同水準です。マジかよ。数では勝てないので、見つからないように。じゃあ今回ステルスってこと？サプレッサーのハンドガンとか持ってるってことはそういうことよね。人間が幽霊を脅かさないように進むのか。あ、ここか。なんかパンデミック、惨劇があったところ。怪術班がいるとしたら、3階の会議室でしょう。うん。結界群も取り返しますが、まずは2階のサーバー室です。ごめん、もう多分全部忘れる。さっき渡した USB デバイスを管理端末につないでください。そっか、俺一人で行くんだ。霊務局は神社だけでなく、役場にも根回しをしていたはず。うん。遠いな。できれば、その証拠も、押さえておきたいんです。なるほどね。了解。じゃあ始めるわ。うん、もう、頼りになるわ。この、なんか、全然余裕感。ライト突き刺して、え？ N？ あ、これで、見つかりそうになったら取り巻く草地に伏せてください。俺さ、このキーボード操作マジで撃て撃て、おら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 、やれやれ、生きてるぞ、殺せ、ちゃんと薬を。ダメだ、こいつら強え。マジでむやみな戦闘良くないってこと？見つかりそうになったら草地に伏せてください。まあここ軽トラ来るから、真正面の内側に持ち込むと基本的に死です。マジかよ。で、今来るんでしょ、軽トラが。見つかったら一旦山の方に逃げて、敵が警戒を解除するのを、まず、忍んでください。わかりました。このゴリゴリにパンツってのは何なの？エイム中にフラッシュバン、路上で倒した敵は引きずって、路地裏や草むらに隠すといて、そんなことできんの？メタルギアソリッドやん。二人まとめて倒したいときは、フラッシュバンでひるませると確実です。フラッシュバンの使い方ってどうやんだっけ？コントロール設定、フラッシュバン Q ね。ちょっと、俺これマジキーボード、これ待って、あれでできないかな、ゲームパッド。役場前に見張り2と2機確認、それぞれ狙撃手が警戒中。待って、これライフル、スコープ付きにしてこれでやる方がいいんじゃないの。行くよ。ちょっと通常の兵士より目が利くので、なるべく遠くから狙いましょう。いや、ステルス苦手ない俺。メタルギアソリッドだと俺ゴリゴリに敵に見つかりながら敵全滅させてさ進んでたからさ、もうジェノサイドルートのやつだからね、俺メタルギアソリッド。まともに麻酔銃なんて使ったことねえんだけど。うわ、いるいる。で、ああいうのは一発で倒してってことじゃないの。ああ、でもあっち行っちゃったな。ま、とにかく見つからないように、あの役場までは行けってことだよね。これまずくない？こうやって歩いてるのめちゃめちゃまずいんじゃないの。まずちょっと見つけたやつをヘッドショットで倒していくの方がいいんじゃない？でもこれ敵の死体が見つかったら、敵の死体言ってるけど全員幽霊よね。
なんでその知能あんのよ、幽霊。行くよ。いないよね。ちょっと、外周回っていく？その方がいいんじゃねえかな。外周回りんちょして、今ここ若干ライト見えたからここにもいるよね。いいよ。めちゃめちゃメタルギアソリッドしてる気がする。たださ、このね、あの、女の子の視点が近いから、ちょっと、よし。いいね。ただあの死体見つかったらやばいんでしょ？運よく見つかないでほしいな。まず、外周回ろう。あ、いる。やべ、よし、OK。楽しい。ちゃんとステルスしてる気がする。いいね。まぁちょっとね、あの、このしゃがみ歩きだけはちょっと、あの、そのままにしとこう。いつね、ダッシュしてくるかもわかんないから。いそうだな、こういうところに。相手幽霊だぜ。全然あるでしょ。んで、監視塔のところに二人いるっつってたから、まぁ上も見つつよね。上見つつ、で、ここにはちょっと、多くねえ多くねえか？いや、倒れてんだけど、あんまバレてないな。よし。んで、これ連続でやれない？あ、気づかないやん、案外。よし。あ、やべ。二人いる。で、軽トラも通ってるね。よし、オッケー。え？よし。よし、オッケー。え？幽霊が死んでるぞ。ちょ、待って。やべえ、くそ、ここまで来たのに。ちょ待って、くせろ、これバレてないやろ。え、これバレてんの？大丈夫？この黄色、赤になったらまずいよね。あれか、監視通って。見えねえ。あー、いるな。ただここ俺も見えないから狙…ちょっと待って、見えねえな。いや、あれだよな、絶対あれだよな。ちょ、一回立つか。立って、よし、オッケー。まもなく到着。ん？どこにだ？やばい、やばい、やばい。これなんなん、このゲーム。なんで俺このガチステルスしてんだよ。あー、でまた幽霊が死んでるぞと。オッケーで一回しゃがみんちょして、あの軽トラさえまず見つかんなかったら、あいつら景気感情持ってるからね。あー、あの奥か、あの奥にもいるから、あれをね。うわ、マジか。起き上がれ、起き上がれ、早く。いや、マジ、ええ、どこ。よし、オッケー。え、どこ。あ、じゃあそっちか。よし、オッケー。で、当たんね。くそ、あ、倒した。よし。これみんな来てんじゃねえの今。大丈夫？で、ここにもまだいるから。いや、まだ生きてんの。え？ちょ待って。よし、オッケー。やばい。ちょ待って。よし。当たり合って渋くね？なんで？あ、これ死んでんのかい？どこ？ちょ待って、まずどこ？どこにいんだ？あれか。あ、ちょっと待って、弾出ない。ちょ待って、どこ行った？ちょ、一回武器変えよう。よし、ちょ、どこ行った？どっち？よし、オッケー。まだ軽トラ？ちょっと待って、やばい、超まずい、やばい、ここまで来て死にたくない。あとだって上のやつらをヘッショで倒しまえばこっちのもんじゃね。よし、で生きてると殺せ。え、バレたの？またちょ、もう行こうぜ。行け、強引に行け。待って、やばいやろ、おい、そげー、なんだよ、俺ないの高えぞ、おい、やばい、死ね。まだ行くから、やぶもんだ、わからん。
よし、いいぞ。で、あと奥の上か。よし、これほぼやったんじゃねえか。軽トラだけ残ってんだよね。軽トラが来ねえんだよ。てか大丈夫か。で、まだ今のところ誰にもバレてないからいるか。あといなくね。大丈夫か。いねえんじゃねえかな、マジで。こういうところに案外いるから、ちょっと一回警戒。いるね、やっぱり。よしよしよし、いいよ。いいね。やべ、いる。あれか。よし、オッケー。もういいんじゃねえの。もういないやろ、さすがに。いてもダッシュで行こうぜ。ここももういないって。よし、行こう。ここで、え、いないよね、さすがに。入るよ。え、ちょ、怖い。ここまで来てもう死にたくねえぞ。これはもう武器変えよう。武器変えまして、ちょっとこのゴーグルももういいんじゃねえか。入ります。あ、来た。え、室内音が響きます。拳銃に持ち替えましょう。はい、拳銃に持ち替えて。ん、なんかカタカタ聞こえるぞ。これもこれした方がいいの。いや、見えづらくない。この方いいって。まだ明るいし。なぜ過労死した俺が死後も残業してるのか。どこにいんの。どれ。え、残業じゃねえよ、まずステージがないから。いいね、このやりとりがおもろい。誰もいないよな。あ、弾薬を補充する。よし。いやー、マジ難所だったわ、さっきのところ。まず暗視ゴーグルをつけまして、あそこね。はい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 、こういうのはヘッドショットで倒すと。オッケー。いや、これもいらなくねえか。まだいるんじゃねえの。いないよね、さすがに。上でカタカタしてんのか。死体を運ばなくても二人いんのね。よし、オッケー。で、よし、で、まだいんのか。もういないんじゃねえか。いないよね。よし。うわぁ、おもれ。おもれ。ここにもいるんじゃねえの。いるよな、絶対。これ、一回でもバレたらもう総動員で来ると思うから。これいないか。いなさそう。あ、来た。よし。うわぁ、ログの転送開始。うん。なんでもできんな、おい。何か気になるものは。目立つのは、小日向と村長。それから、地域政策課長とのやりとり。あ？病院、ゴルフ場の建設、道路拡張、談合、収賄？ん？収賄疑惑のもみ消しまで。え？霊務省の権限だけで約束できるレベルじゃない。ドラゴンボール6作。上のそのまた上ですか。え、村長とかともなんか関わりがあるってことは何？村長裏切ってんの、村を。それだけじゃないってこと？あのなんか結界術以外も。回収完了。3階会議室に向かう。うん、先に向かってください。まもなく合流します。大丈夫？なんか今銃声聞こえなかった？いけるのか。3階、そろそろ敵来るんじゃないのかい。すげえ死に方してんな、幽霊なのに。死体が残んのがおもろいのよ。ねえ、もう幽霊なんだよ。まだいるだろ。こっからガチ戦闘起こりそうだな。いる。これはフラッシュ版でやれってことだよね。いきます。ここで構えて、フラッシュ版ポン。よし、んで、パン。あべ、生きてる。よし、パン、ピョ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 ン。よし、イエーイ。で、もういないよね。村長執務室。こういうところは入れないもんな。あとはいないよね。よし、来た。お、来たね、姉ちゃん。姉ちゃん死ぬなよ。ドーン。動くね。かっけえ。あれ、丸岡。お前いたのか。
生きてるって思ってました。あれ？でも赤文字だ。こういう場面マジコールオブデューティでやったことあるぞ。スローモーションになって。この5フはまだ解析できてないっす。地方のセキュリティが固いの見ると安心しますね。うん。あれなんかまだ敵生きてる？小日向課長来てる？来てないんじゃないの？さすがに本部じゃないですかね。ん？おい、やめろ！やめろ！え？アイリーちゃん、バイオレンスだな。やば。まあ、復讐したいもんな。丸岡殺すの？小日向課長、来てる？すねー。ちゃんと敵なの？来てるよ、バカ野郎。おい、来てるんかい！堂々とタバコ吸いながら出てきやがって。禁煙やめたんですね。おめでとうございます。おかげさまで。うん。エミルク神かよ。この間全てを奪われたものですが、名前忘れてます？あやねちゃん、タバコ高いんだよ。お前、人の命タバコどっち比べてんだよ。お前ヒゲ野郎が。真っ先に眉間を打たないのは、なんか聞きたいことがあるんだろう。大体差しついてんだろう。とっとと話せ。まあお前ら、生きてこの村出るの無理そうだし、答え合わせくらいはしとくか。やっぱちゃんと敵なの？なんかまだあるんじゃねえかなと思ったけど。望み薄？はい。ということで、こちらのパワポをご覧ください。パワポ。顔。奈良県犀川村にて確認された特殊不明結果に関する計画案と題しまして、うん。かわいいフォント。なんか、自動講習所だっけ？教習所案じゃん。で、なんかあの、見なきゃいけない、なんか、昔のさ、ビデオのやつ、トゥルントゥントゥルントゥ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 ーンってやろ。なんか運転に関するなんか注意みたいなビデオあるやん。その時のフォントにそっくり。パワッポだっさ。やめろ、これ小日向が作ったの。そうかな。うん、出せよ。まず日本を取り巻く霊障問題ですが、非常に深刻です。はい。イラスト絵使ってるやん。うん、日本を取り巻く霊障、例外環境、家庭を築かず高齢化し、4畳半のシミになる孤独死の族。4畳半のシミ。言い方やめろよ、おい。経済悪化に伴う自殺者の増加。うん。高齢化、未婚化で家族を築けず、家庭を築けず、4畳半のシミになった独居老人の方々。うん。経済悪化に伴い急増した自殺者の方々。だってこのじいさんとかばあさんとか死んでも結局あの初期アバターの貞子っぽい幽霊になるんでしょ。なんでもありだな。それらが現世の逆らみから法廷成仏を拒否してですね。何法廷成仏って。現世の逆らみから法廷成仏を拒否し、各地で霊障を引き起こす違法幽霊が激増。うん。現世に留まり、霊障を起こす違法幽霊。その増加速度はすでに、除霊行政の対処能力を上回っています。対霊火器による強制成仏が基本ですが、これはあくまでも外傷性ショックにより成仏を促す力技、力技ね。怨念の強さや生前の特性によっては割とすぐ現世に戻ってきちゃいます。あ、そうなんだ。基本は対霊火器による強制成仏、対霊銃による成仏は完全ではなく、怨念の強さによっては数日で復活する。あ、だからじゃあ今まであのメガサタコを倒したけど、まあ、復活はするし、あの花子さんだって復活するかもしれないってこと。除霊困難な霊は各霊夢局で拘束、収容キャパシティは限界に近い。あ、そうなんだ。そういう難霊も各霊夢局にて交流していますが、そのキャパもそろそろ危うい。まずですね、幽霊ってのは光源の少ない田舎にどんどん広がっていきます。うん、地方の霊害スパイラル。幽霊は光源の少ない田舎に集まりやすい。霊障を恐れた地方民は都市部に移住。地方の過疎化が進めば進むほど、より幽霊が住みやすくなる悪循環。なるほどね。いや、作り込まれてんな、おい。設定が。霊障を恐れた村民は、まあ、地元を縮めますし。結果、
地方の過疎化がより進み、さらに幽霊が住みやすくなる悪循環が発生します。はい、イダー政権は何を考えてるかというとですね、うん、銃刀法を改正し、対レーダーに限って拳銃、小銃の販売、使用を緩和するそうで、一般市民も使えると。要は国民が自衛すれば OK と。なるほど。まあクソアホですよね、所詮に正義員の発想です。え、その対霊弾ってだから人間には使えないからいいんじゃないの？え、それ人間にも使える、使えそうだな。だって人間撃ってるもんね、撃って殺してるもんな。対霊弾って幽霊にも当たるだけで普通に人殺せますから。あ、やっぱそうなんだ。なるほどね、対霊弾は霊にも効くだけで人にも効く。日本人に銃を持たせてもお手軽自殺キットになるだけ。なるほど。1億総撃つ日本人に鉄砲持たせたってお手軽自殺キットにしかならんわけです。うん、もっとマクロな対策が必要だと悩める指導審議官が目をつけたのが才川村でした。はあ、いや、このフォントよ、ほんとダセえな。なんでこれちょっとカラフルにしたん？配色で吐きそう。本当に俺が突っ込むと同時にこの子も突っ込むからおもろいな。てか急にビッグネーム出したな。霊務省除霊総括審議官指導敦彦トップなのかな。霊務省は以前から才川神社の幽変結界に目をつけていました。うん、才川神社の結界技術のここがすごい。厳密には結界というより転送技術。才川村一帯を一時的に現世と霊界の中間に転送し、外部から一切の影響を遮断する。お札に通していい対象を記載すれば自由に出入りが可能。つまり、あー、だここに全部幽霊ぶっ込むってこと？村一帯を現世と霊界の狭間に隔離し、一切の物理的干渉を断つ。現代の心理科学をはるかに凌駕するオーパーツ、かつ最強の防壁システム。しかもお札に書くだけで出入り可能な人間を自由にしてできる。うん、無敵だね。誰でも考えますよね、これ奪ったら何やってもいい箱には手に入るじゃんって。うん、霊務省が好き放題できると。質問、その白々しいプレゼン口調やめてもらうのって可能ですか？親の敵にプレゼンされるのあんまり慣れてないんで。慣れる人いねえだろ、その経験する人いねえんだよ。いいよ、あと質問は挙手だとより好印象だよ。指打てでさ、増加する違法幽霊の処理問題だけど、幽霊ってのはいわば死人から出る魂のゴミじゃん。ゴミっていうのお前、再利用性の低いゴミって一般的にどうする？埋め立て。うん、そう、埋め立てだ。すっごい書いてる。霊障問題の切り札、通称船戸計画。船戸計画、ざっくり言えばいらない田舎町を結界で封鎖してそこに違法幽霊バンバン捨てていこうぜって計画だ。あー、やっぱそうだね。だここにどんどん入れようって。これ丸岡もびっくりしてるやん、聞いてなかったんだな。なんで丸岡がたまげてんだよ、お前そっち側だろ。ちょっと待って、喉おかしくなってきた。タイム、よし OK。 丸岡には5分の解析作業以外何にも説明しないからな。でも丸岡やっぱこっち寝返ってくれよ、だって蚊帳の外やろ。てかわざわざ住民巻き込まなくてもどっか山奥で結界張るよって思うじゃん。確かに。でも幽変結界は人命を守る目的で作られてるから効果範囲内に一定規模の村や町がないと発動しない。あ、そうなん。ただし霊石表が参照するのはあくまでも過去数日間における人間の生命活動の有無。え、じゃあ、え、何人か人間残さないとまずいんじゃないの？つまり結界を張る寸前に住民が皆殺しにされたとしても検知できないんだ。あやねちゃんのお父さん本当に研究熱心でね、全部ノートに書いてあったよ。最悪やん逆に。まあ住民の排除は結界で覆ってからじわじわやりたかったんだけど、防衛省の偉いさんからね、傭兵機が兵器として使えるか試せって横やり回りので、ああなりました。台湾戦線で敵に協力した集落とかを内々にするのに使うんだとか、ひどい奴らだね。従うねおめえ、仕事だからか。ただ一箇所だけたまたま切り忘れた電線と光ケーブルが運悪く役場に繋がっててさ、ほんの一瞬役場公式の投稿が外に漏れちゃったのね。でそれを見た白石ちゃんが来たんだよね。
即座にアカウント消させたんだけど、よりにもよって。それを見ちゃったのが、ふるさと納税。ふるさと納税が来るのね。あの口上酒を求めてた白石ちゃんが見ちゃったのね。私だったと。ちなみにこいつのポケットに多分あのでけえ口上酒入ってるでしょ。まあ、言ったよ、ほんと。歩く自然災害だ、お前は。あ、そうだ。まだスライド1個あったわ。西川村の処分場化は、大方終わったけど、これはもちろん第一段階ね。いずれも高齢化率 45% 以上の自治体。秋田県入ってる秋田県おい荒瀬村東成瀬村か東成瀬村って確か、なんか、うん、なんか村っていうかなんか人口が少なかったような気がするけど、鳥取県、奈良県西川村、山梨県、でもなんだかんだ、結構一番多いのか秋田県が。秋田県。そうだよな。遠い中だよな。悲しい。結界号を持ち出した後は、西川村と同程度の限界自治体にて、随時、実践しまーす。やばい、秋田県が。その時は俺が白石ちゃんの代わりに戦いに行くぜ。多分2秒で死ぬけどな。山梨県、狛江市村、秋田県荒瀬村、鳥取県金ヶ谷村。高齢化率 45% 超えの終わった村、やめろ。やめろ、お前。終わった村を結界で封鎖し、顔の利く悪霊を雇って、移住者を大量に呼び込む。なんだ、顔の利く悪霊って。悪じゃねえやんけ。もちろん、霊夢局が交流した幽霊も、空路、陸路でバンバン放流しちゃいます。公式発表は、大規模霊災による悲劇的な村落消失。これで、除霊予算を渋る、財務省も世論の後押しで黙らせる。地方から散々若者をむしり取ってきた東京が、まあ、むしり取ってきたっていうか、まあ自分から言ってんだけどね。今度は地方に狩猟の埋め立て地になれと。お前姉ちゃんめっちゃ噛んだわ。上京する気満々だった子がそれ言う。地方にしたって悪い話じゃないよ。お金とかくんの。一つの村を封鎖し悪霊2万体閉じ込めれば、その2万体が暴れていた周辺20の市町村に平和が訪れる。あ、犠牲になるってことね。役人のお仕事はね、木じゃなくて森見なきゃダメなの。その間にも、なんか喉が、まだ喉が本調子じゃねえ。その間にも、新たな悪霊が年間1万体全国各地で発生しますが、1万体も ?1 年間に?そりゃキャパオーバーするわな。海にとかにね、ぶん投げれねえの?日本中をゴミ箱にするまでやるんですか?幽霊なら海とか関係ないでしょ?これは協力させた悪霊どもには秘密なんだが、悪霊は人間を避けるよう住処を選ぶ一方、たまに訪れる人間に危害を及ぼすことで活力を得てる。なのでこういう死人同士しかいない空間に長期間すし詰めにされると、徐々に自我が崩壊し、1年もすればゲル状になって4つくらい繋がって成仏する。え?そうなの?全国で10カ所程度、こういう処分場を作れば持続可能な霊障対策が可能ってわけ。なるほどね。ジョブス、おっ。安心しました。万が一、いい人たちだったらどうしようと思ってたんで。今の説明で、遠慮なく殺せそうです。やれ、頭打て。お前ならそう言うと思ったよ。だからこの作戦には入れなかった。本当は分かってるくせによ。鉄砲でちまちま除霊してもキリがないって。喋んな人殺し。そもそも本命はあなたのクソパワポではなく、これを取りに来たんで。それ持ち去ってどうすんの?今この村に遊撃連隊かなりいるけど、全滅させない限り、そいつは俺の手元に戻ってくるぞ。それとも結界を解いて、悪霊を奈良中に放つ気か?吉野軍だけで2000人は死ぬんじゃないかな。その辺は彩音ちゃんが考える。それより。お前ぶん投げんな、彩音ちゃんに。慎重に検討を重ねた結果、小日向課長も、指導審議官も、てめえら全員死んでいただきます。どれだけ御託を並べようが、村一個ジェノサイドした大量殺人犯に変わりはなく、生前除霊の方向で対応を進めたい所存です。
でも今じゃない。さっきのパーポ、あたかも本省の指導が黒幕ですって作りだけど、集めた情報から察するに、小日向課長、てめえはもっとハイスコアのゲードを隠してる。殺すのは後日もっと静かな場所で全部吐かせてからにしてやる。いいの？いいじゃん。普段の業務もそんくらい丁寧にやれ。あと丸岡、お前もこの案件降りろ。え？途中から5分の解析サボってつべ見てたろ。閲覧注意、絶対トラウマになるゲームのホラーエピソード5000。端末熱さから丸見えだぞ。俺が白石切ったけあたりで嫌になったんだろ。全部顔に出てんだよ。知っててなんで生かしてたんですか。正直言っていい、俺小日向まあ殺しても別にいいんだけど、そんな嫌いじゃないよね。なんか日本を考えてるみたいな、まあなんか何かを犠牲にしようとはしてるけど、まあいろいろ考えてのこのね決断でしょ。でしかも割と情はあるやん。さあな、俺割と嫌いじゃない。どの道俺はもう本所に移動だから、このぬか臭い田舎にも関西にも用はない。それと白石、お前の局員証まだ有効だからな、気が変わったら抜け出せよ。まあせいぜい頑張れ、カッペと愉快な仲間たち。あれで埼玉出身なんだからコンプレックスって怖いね。そうなの、埼玉出身なんだの人で、どうすんの結局。役場3階会議室に侵入者全号査急行せよ。私が正面引きつけるから、あやねちゃんはそのメガネと裏から出て丸岡って言ってやれよ。神社で合流しよう。マジ？オッケーです。行きましょう。メガネの人。丸岡って言え。丸岡っす。え、マジかよ、俺一人でやんの？え？ま、銃が落ちてる。生きてるぞ。まずこれ。これにしよう。早く早く。ちょ待って、落ち着け。ちょ待って。まず弾薬、リロード。ちょ待って、来てるやんけ。おい。ヘッドショット、あれ？止まってないの？よし、オッケー。よし、オッケー。やったんか、いや、生きてるんかい。死ね。ちょ待って、立って、死んだ？これ死んだの？ちょ待ってよ、降りろ、オッケー。今来るんやろ、多分。よし、おら。待って、俺はサプレッサーよりもやっぱり音が出る方が好きなんだよ。リロードしとこう。リロードしてって。なんでリロードできないの？これ9発しか入らないの？そんなことないよね。これもサプレッサーついてるんか？いや、違う、待って、俺ずっとハンドガンやんけ。よし、ビッグ変えた？よし、もう行こう。よし、やった、オッケー。ちょっと待って、サプレッサーじゃなくて、普通の音出る方。あ、これもあかんす。1を、こっちにして、こうします。オッケー、行きます。さあ、来いよ。音が出る武器。こっちじゃねえや。ショットガンじゃん。いや、スナイパー。待って、でもハンドガンはハンドガンしか持ってないんだよね。まずやれ。だんだんこのゲームの操作に慣れてきたぞ。おい、幽霊が死んでるぞ。いや、もう分かるやろ。おい、分かるぞ。起きろ、早く起きろ。よし、でまだいる？いるな。待て、いる。どこだ？持ちこたえろって何？文字でつきます。耐えてください。あ、みこちゃん、きこちゃん、なんだよお前。行くぞ。よし、オッケー。でこっちにもいる。どこだ？当たんね。リロードして、クラッシュマン使う？いや、もう使わなくていいか。よし、オッケー、いいぞ。頭出せよ、頭出せって。よし、オッケー。おい、幽霊が死んでるぞ。あ、まだ来んの？来いや。あ、ゆえ、よし、オッケー。全やった？まだいる？どうだよ、外出た方がいいのこれ。出るか、来いよ。いなくない？まだ近くにいるはずだ。持ちこたえろって。これまずいんじゃない？ちょっと待って、逃げろ。これあれは蜂の巣にされるパターンや。これ今来るってことよね。グレンダの投げる？ん？あ、待って、じゃあ、走行車、あれ仲間やんけ。危ねえ。乗ってください、乗ります。
よっしゃいいね、楽しいわ、マジで。え、蹴散らしつつ食事、俺が運転すんの、すげえ鉄鋼だみたいなやつだ。動かし方覚えてる。待って、え、蹴散らしつつ右折、ちょ、あの、サイドブレーキ、サイド引いて、効かないんだけど、サイドが、サイド効きませんよ。どうなってんのこの車。いや、変えたけど、ちょっとセリフ読むタイミングから、ね、行くぞ、増えて、よしよしよし。で、まだ生きてる方、よし、当たった。こっちから行けんの、え、まだ生きてる、あ、いるね、楽しいぞ。どっち、あ、そんなとこにもいいのか。で、ちょっと、当たってる、ちょっと操作めっちゃ車ので、ちょっとよ、こうぐるって行って、どこ、まだ近くにいるはずだ。蹴散らしつつ右折でしょ、ちょっと待ってね、あの、運転クソむずいのよめちゃくちゃ運転むずい。こう行って、え、右折する、あれ、やった、あ、コパ道になった。よし、右折、蹴散らしつつ右折で、待って、もう分からん、どこにいるのか分かんないし、運転がクソめずいんだって、これ。おい、小回り効かねえよ、この車。やれ、よし。まあ、この道自体が結構範囲広いからめちゃくちゃいいね。こっちから曲がれる？有刺鉄線あるけど、あ、いける、いけ、頼む、行って。やばいかも、これ、ちょっと、あ、やばい、ハマったかも、ちょ、ダメ、はい、え、ちょ、やり直したんだけど、え、なんか、めっちゃいる。ちょっと待って、あの、聞いてない、なんでこっから、まだいるぞ。よし、やれ、まだ来てる、あ、やだ、よし、よし、いいぞ。まだ、何人だ、一人か、二人だな。よし、しゃあ早く来て、え、まだいんの、お前、その遠距離からショットガンはおもろいな。まだいる、もういない、あ、来たー、早く乗りますはっ、あ、やってくれてんの、うえー、すげー、何それ、行って、え、びっくりした、引かれたんだけどやって、早く乗せてくれよ、まず乗せてくれって、ちょ、ぶつかっちゃうから、早く乗ります、早くやって、早く乗せろ、よし、来てんで、ゆっくり運転しよう、ゆっくり、まずそこから来るから、はいどんどん打って、ゆっくりね、グレネードランチャーで狙う、で、ゆっくり右に曲がって、そこから打つ、はい、全滅完了で、ちょっと一回バックして、こっち曲がって、どこ、よし、ちょ、もうめちゃくちゃ運転むずい、これ、あ、まだ生きてるのか、こっち曲がって、よしで、まだいいの、ちょ、敵と戦って、ちょ、もう行き過ぎで、どこ、敵と見ても死ぬ、どこだ、痛い、この走行車、多分撃たれても何も関係ないやろ。そっちに行くのね。はい、右折して蹴散らしつつ直進。あ、これあと右曲がればまっすぐ行くよ。曲がれる？曲がれないね。まだいるな。これ壊れることないやろ、だってこれ。まだいんの？もういいって。よし、来た。もう撃たれても関係ねえって。どこ？あ、何？あ、前ね。あ、すごいいっぱいいる。いや、この車強っ。車がすごい飛んでる。どけ。おら。まっすぐ行けばいいの？よし、絶対道それた。事故った、絶対。え？助かりそうな霊だけ救護しろ。いや、もう幽霊でなんで血出てんのよ。現時点をもって、本指揮所は放棄。残存部隊は全て西川神社に投入。第一目標、結界区の確保。第二目標は、神社、警務隊および白石瑞希の排除だ。ああ、次で、ラストか？決戦会？もう、ちゃんと、さっき、絶対見それたと思ったけどな。大丈夫だったんだね。神社に着いたと。でもその車持ってこうぜ、これ無敵だぞ。道の真ん中に置いとけよ。この装甲車で防衛線張ります？これでぴったりやろ、一番やろこれ。
いや、もう榴弾が残ってない。ここに置いていこう。え、だからバリケードにしよう。これ弾全然貫通しないやん。置いてくんかい。敵に疲れそうこれ。え、めっちゃ痛ってね。やばいやばいやばい、あいつらもう神社まで来てますね。急ぎましょう。ちょっと開始早々だれんのやめて。ちょっと待って、あとお腹痛いんだ俺今ずっと。ふぅ、もう戻ってきたんだけど。待って、めちゃくちゃ銃声聞こえね。やばいやろ。ね、なんで俺だけこの車のそばから始まってないの。あのライトってどうやってつけんだっけ。ちょっと待ってくださいね。暗ない。ライトってナイトビジョンつけなきゃいけないのかな今。ナイトビジョン、あーなるほどね。で、ここからちょっと、なんで当たってんのこれ。あっぶな、ちょ、数やばない。ちょっと、武器これにして。全然見えんから。何も見えんって。わからん。やれ、当たってる。勝てろよ普通に敵。リロードして、ちょっと待って、あやねちゃんは、あそっか、あやねちゃんもう先に行ってんだっけ。はい、ああヘッドショット来た。いや、あとどこにいんねん。当たった。ちょっと待って、また手榴弾飛んできたよ。まずいよ。一回リロードしといて。きつくねマジで。二人でこれ攻略できるかこれ。ちょっと一回一個前行く。カバー頼むぜひかちゃん。よしいいぞ。で、俺バレてなくね。バレてないから、このまままっすぐ。とりあえず銃声があると。おい、よく当てんな、おい、キカちゃん。いる。え、ちょっと待って。キカちゃん、俺いらんくねえか、マジで。めっちゃとずってて。強くないあの子。俺、こんなにビビり散らかしてんのに。どこに今、狙い定めてた今。俺のこと殺そうとしてる？ワンちゃん。敵、後ろから来てないよね。頑張って、キカちゃん。俺多分マジ何もしなくてもいいと思うんだ。いるね。え、じゃあこれ、あ、待って、あれ、ミコちゃんじゃね？あ、いる。よーし。ちょっとこれ武器変えよう。もうそろそろいいだろう。ちょ、もう無視。後ろから来てても無視だって。いいって。キカちゃん。キカちゃん戦ってる。俺もう行くよ。よし、撃ち方やめ。撃ち方やめ。味方が12時から合流。うん。大崎。西岡、橋詰め。あと忘れた。状況は？ん？ちょっと待って。ん？左下にいるのは何？なんか捕虜？うん。立てるのが6名。え？また死んだ？え、立てるのがっていうか死んだの？こいつらは？うん。捕虜です。やっぱそうか。え？取らない方向で。そもそも死んでるし。あ、確かに。そうだった。うん、幽霊だもんね。丸岡は死んだ。一応まだ霊夢局員の判定なので結界の外に投げときました。扱い雑。でもそれしかできないもんな。グッジョブ。オッケー。生きてる巫女集合。何人か立てるのがってちょっと怖いな。 1,2,3,4,5,6。 うん、すぐにでも遊撃連隊が総攻撃を仕掛けてくる。あ、誰も死んでなくね。ってか、ただしお目当ての結界具は壊れ物なので向こうも鉄砲やロケットは使えないはず。ああってなると歩兵の人海戦術ですか。そうね、遊撃連隊って名乗ってる以上500 500。いや連隊なのそれ、軍じゃねえの普通に。500は来ると覚悟した方がいい。500対8か。だいぶおもろいな。おもんねえよ。柴山、死ぬなよ。北は、傾斜が急すぎるので、来るなら、東西南の3方向。嘘でしょ？防衛戦？西の守りは、柴山と西岡に任せたい。死ぬなよ。西岡は西側だからな。うっす。ちなみにシチューは、寝かせますんで。お前、よそら軽くちゃらけんな。500来るんだぞ。終わったらみんなで食べようね。ちょっとフラグ立てんのやめて。ねえ、それ死亡フラグじゃねえの。南は大崎と菊川。あ、俺彩音ちゃんと守るってこと。東は板倉と橋爪に任せる。俺らは、私は拝殿で
負傷者を救護しつつヤバそうな 方面に白石さんを走らせます。お前戦いたくないやろ多分。お前だけなんかだいぶ信用してもらえたな、ありがとう。いや、なんで俺こんな頑張らなきゃないの。みんな聞いて。何？どれだけ悪霊を葬っても才川村の212人は帰ってこない。めっちゃ死んだな。それだけは変わらない。うん。でも結界具が小日向の手に渡れば他の限界集落でも同じ悲劇が起きる。そうね。船戸計画とかいう狂気はここ才川村で終わらせる。秋田県巻き込まれてはいけないもんね。お地元だから。地方を自分らの庭だと思い込んでる中央官僚のクズどもに大和魂の大和がどこを指すのかきっちり教えてやれ。よえ、うっす、やろうぜ。つってマジで彩音ちゃんと俺だけしか生き残んないのやめてよ。始まる。鳥の方角を防衛せよ。ちょっと待って、まずナイトビジョンつけまして。来るんやろ。え、もうめっちゃ近くに来てるやんけ。え、死んだのこいつ。生きてるやん。待てちょっと待って。よしちょっと入ってきてない、大丈夫、目の前にいない。ちょ、あの、あ、明るちょ、おら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 おはいはい、やれやれ。ちょっと待って、リロードさせて。いいよ、入ってきた入ってきました。おら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 、やれやれ。ちょ、しゃがめ、一回しゃがもう。よし、固くね。あ、こいつら装甲まとってんのか。んで、ちょっと一回弾を補充させていただきます。補充した。他になんか武器ないの。ショットガンとか使えてんだけど。入ってきたな。あ、待って、巫女さん死んだ。あ、こいつか。機関銃、ちょ、あの、わからん。やった、まだ生きてるな。待って、車か。やれ。あ、これヘッドショットじゃないとマジダメこれ。え、いや、お前ら強ない、マジで。よし、オッケー。え、ちょっと待って。軽トラ押せるんだけど、ほら。いいね、これバリケードにできねえから。あ、やべえの来たぞ。よし、ちょっと待って、これ押そうぜ、これをこっちに持ってって。あ、やばい、行き過ぎ、中入ってっちゃうって。あ、やばい、ちょっと待て、ここに入ってさ、ね、防衛できない。よし、ニコちゃんいるね。あ、西の防衛迎え。ちょっと待て、あの、転んじゃうの、これ車にぶつかると。やばい、来てる。よし、オッケー、もう西ね、西の方に行けばいいのね。入ってきてるやん、めっちゃ。よし、やった。オッケー。みんな大丈夫か。よし、なんだお前、めちゃめちゃ俊敏やんけ。待てよ、リロードさせろ。お前めっちゃ後ろにいるぞ。あ、死んだ。やばい、ちょっと、あ、なにこれ。お、やばいぞ。何の音、すっごい音。ちょっと待って、これにしよう。これにして、やばい。ちょっと待って、音がやばい、もう本当にヘッドショットしかできないんだね、やっぱ。あ、めちゃくちゃぶれない、この武器。クソ強え。主任、ヒッカルが撃たれました。え、嘘やろ。ちょっと待って、悲しすぎる、それ。容体はどこ。胸部からし、嘘。息はまだあります。ヒッカルの位置まで向かう。ちょっと待ってくれ。まず、オッケー、白井さん。はい、わかりました。行きます。ちょ、リロードさせて。はい、よし。どこ、ヒッカルちゃん。ヒカワ、死ぬな。ああ、頼む。重装による血化粧、チェソシール貼りましたが、うちでドレナージと輸血は橋爪がられた。え、今すぐ東の9号。クソ、すぐ行く。クソ、待って、ナイトビジョンどこ。そっち。おい、嘘やろ。え、ちょっと待って、防衛しなきゃいけないの。てめえ、おい、これ生きてるやろ。死んでる。よし、爆発した。やった。うん、やばいって。よし、
あいつ頭しか当たる、あれだ、当てないやつや。ちょっと待て、ちょっと待て、リロードす。やばい、危ねえ。よし、よし、リロードして。やばい、ちょっと待て、来てる。よし、やった、リロードして。よし、キカワちゃん、嘘やろ、死んだ、全員やった、やったっぽいな。東側、東側でしょ、大崎やられた、今度なんだよ、俺辛すぎるって、いろんな意味で辛い、くそ、いや死ね、よし、シルダンが、やばい、弾がない、やれやれやれ、よし、あ、こいつか、やれやれ、よし、リロードして。なんだ俺、しんどすぎる、し、弾取って、よし、来るぞ、やばい、手榴弾が、危ない、入ってくるぞ、よし、どこ後ろ、おめえやめろ、ちょ死ぬ、あ、もうなんやこれ、むずっ、え、これどっからですか、ん、お、先がやられた、え、ちょっと待って、ま、ナイトビジョン、よし、あれこれ武器初期に戻ってる、よし、やばいって、やばいっす、マジで、本当にこの地獄すぎる、当たんねえよ、やばい、なに、あ、もうこっちいや、もうやばい、早く死ぬ、し、本気を出すぞ、来るぞ、まず、よし、次こっちから来る、どっから来る、来た、よし、オッケーで、リロードしてからの、ここによ、ここ来るぞ、やばい、当たんない、よし、おら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 、手榴弾いっぱい使おう、手榴弾全然使ってなかったな、よし、こっちにも、はい、よしよし、で、補充して、それ手榴弾が強いんだ、マジで、オッケー、よで、手榴弾ぶん投げといて、よし、リロードして、やばい、え、なに、ちょっと、なに、こんなに食らう、よし、あ、これめちゃくちゃ弾ある、これにした方がいいやん、絶対で、まだ来る、どっから来る、来た、これ強いやん、これめちゃくちゃいい、よし、出てあいつ、よしよし、で、これ多分結構時間かかるでしょ、リロードに、全然そんなことで、これデメリットないやん、強くあるけ、やばい、なに、何が起きた、よし、シルダーぶん投げといて、よし、どこ、いいよ、もう一回ぶん投げろ、よし、よしもう一回シルダー取って、次が来る、よし、え、待って、ナイトビジョンは、ナイトビジョン壊れた、え、シェーよっしゃ、ただ待って、みんなやられてね、菊川しっかりしろ、負傷した肺への血液流入が止まらず、ここの備品だけではどうにも、嘘やろ、大丈夫です、ひかちゃん、歩いて帰りま、菊川、お前が装甲車で迎えに来なかったら今頃全滅だったぞ、敵は全滅、こっちは大崎も板倉もみんな無事だ、他は、あ、はは、白石さん、最初ぶん殴ってすんません、いつの話だよ、いいよそんなことは、主任東京の大学行って未熟の研究やってください、主任、こんな田舎で終わって人ちゃうから、絶対あー、結構変わっちゃう、悲しい、菊川、
ここに来る子の中じゃ珍しい方で、両親との関係もよく学校にも馴染めてたんです。面倒見のいいムードメーカーで、将来は西川村役場に勤めたいってみんな口を揃えて、あいつが役場勤めなんてもったいないって。結界具は無事です。うん、敵がここまで来たら結界具ごと自分を撃つ予定でした。次はどうする？西川村に投下された悪霊は2万体、霊務省の陣および車両は未だにフリーパス。私と彩音ちゃんだけ出入りできる新しいお札を書いてさ、ささっと張り替えたらゲームセットじゃない？え、だっち待って、まあ、鼻水されてんだよね。あの、キカちゃん死んじゃって普通に悲しくてさ。実はこれほど悪霊が密集した状態で一瞬でも結界を解けば、冷圧さで爆風が発生し、最低でも5000体は外部に飛び行ってます。いいじゃん、もういいやん。犠牲者は3桁じゃ済まないでしょ。でもそうすればさ、他の方にあのね、あのあれじゃん、あれほら、あれ、あの、なんでもねえわ、もう名前出てこねえもん。マジか。そこで名変符を上から貼ります。ん？なんそれ。ここの神様セオン姫ことが残した秘術を研究していて、最近見つけた代物です。西川村を、未来永劫を霊界に閉じ込め、外からも中からも一切干渉できなくする最後の手段です。え？実行すると私は生きてもいないし死んでもいない何かになりますが、幽霊から敵対されることはなくなるでしょう。ダメでしょ。不老不死になってここに閉じこもるってこと？これ以上の犠牲者を生まない唯一の方法です。丸岡にさせよ。彩音ちゃん、彩音ちゃんさ、西川家に産んでくれっていつ誰に頼んだの？お父さんがどんな気持ちで小日向に協力したのか分かってるでしょ？そうだよ。結界術を国に明け渡し、西川家の役割を終わらせる。彩音ちゃんには彩音ちゃんの人生を歩んでほしかったんだよ。全部無駄にするの？別にいいよ、その冷圧さの爆発とかで何百人か死ぬのは。うん、いいよもう。それで結界へのアクセス、私は姉ちゃんだけにしてこの村でよ。二次被害に関しては私が脅してやらせたって証言するから。どうせ私も死刑カード5枚は溜まってるだろうしでもまあ大丈夫でしょう。私って全然関西弁喋らないですよね。うん。は？父は東京出身の人務官僚で西川家に婿入りしたんです。え？私が2歳の時に母が病死して男で一つで育てられて、幼少期は父と神社で過ごす時間がほとんどで、どうしても関西弁が身につかなくて、神社では主任主任って慕われてましたけど、うん、学校がある下滝の方では小中高ずっと友達いなかったんです。でも西川村のじいさんばあさんは私と会う時いつもニコニコしてて、うん、話してたね、じいさんが。多分下心あったよ。それがだんだん、ああ西川の娘だからかって思うようになって、嫌いになってたんです西川村。巫女の子たちも内心では標準語の済ましたよそもんだと思ってるって。うわあ、もう死んじゃってんだやっぱり他の子たちも。それだけは本当に勘違いだったね。
うわ、いや、しんどいんだけど、俺、ミコちゃんたち死ぬの。みんな引き金に指をかけたまま、死後硬直していた。うわぁ。これ上脱いでんだな、今思えば。才川の血筋だからとか、そんなんじゃない?君の指導力を、研究への熱意を、心から尊敬していたから。でも私は、彼女らを、村の人たちを、信じられなかった。小日向と話が進んで、結界を守る責務がなくなれば、こんな村飛び出して、東京の大学に行こうって。上京したら、二度と戻らない、とまで決めていた。どうせ、村を捨てた女として、恨まれるだろうと、勝手に思って。自分を信じてくれた人々を心の中で1ミリも信じていなかった。そして彼らは才川家の過ちにより二度と帰らない。食材として全てが終わった才の河原で石を積み続けるというのか。あとエモくない方の事情もありました。自分で自分でもうエモくない言うな。エモくない言うな。お前、私が結界の外に出れば霊夢将は地の果てまで私を追うでしょう。技術を知る者が存命する限り、それを悪用したい誰かが忍び寄る。その可能性をまるっと霊界送りにしたいわけね。理屈はどうあれ、君のお父さんも村民も巫女さんたちも、あとおそらくここの神様も、才川村唯一の生存者である君には幸せな人生を望んでるはずだ。亡霊化したみんなにはかなり怒られるぞ。ええ、相手が成仏するまで怒られてきます。ああ、もう、わからん。若い子、わからんわ。おめえも若いけどな。私だったら絶対、結界区の闇オークションとか開いてるけど。こんなんだから私は、人の上に立てないんだろうな。これを、お願いします。何これ。USB? 小日向のクソプレゼンの録音データです。あ、撮ってたんだ。才川村があったことを、才川村に起きたことを世界中に残してほしいんです。お別れなん、マジで。人も、神も、幽霊も、本当に死ぬのは忘れられた時ですから。わかった。ついでにお父さんの仇もきっちり取ってくるからね。とりあえず車一台かっぱらってくる。待って、あやねちゃん結局ん、え他になかったの？ねえ、このまま直進してください。橋渡って突き当たりにコンビニが見えたらもう結界の外です。わかった。敵撃ってくれるのは嬉しいですけど、小日向と差し違えるってのはやめてくださいね。あいつ一方的にボコるよ。こんなめちゃくちゃな出会い方で、わずか数時間の中ですけど、それでも私にとって白石さんは初めてできた最初で最後の友達みたいなもんだから。菊川とかも友達やろ。心配しないで。
あんなヤニカス四十肩と差し違えるほど私雑魚じゃないから。うん、大丈夫、そこら心配すんな。でもあいつもめっちゃ強いんじゃねえの。レターパックで生首送るまで気長に待っててね。いらないだろ。全然いらないです、それは。煮込んで食え。短い間だったけど、ガキの割にはいい仕事したでしょ。うん、また機会があればってできれば言いたかったな。そろそろ行ってください。あんまり未練が残ると悪霊になっちゃうかも。いいよ、そん時は好きなだけたたってくれたら。バイバイ、あやね。お、あやね。口かみ酒。噛み締めて飲めよ、しっかり。氷川ちゃんとか橋爪ちゃんとか西岡ちゃんとか大崎ちゃんとか、みんなの分やろこれ。みんなが噛んで作った酒なんじゃねえの。あ、ああ、Z モバイル？マジか。コンビニ泊まって何買うん？さて、ここからが大変だ。一人だよ。飲んでる。口かみ酒めっちゃ飲んでる。誰味これ。朝日テレビの谷岡さん、今メールで送った音声データ聞いた？もみ消されないこれ。嘘みたいでしょ。でもちゃんと小日向課長の肉声だよ。ちなみには他の局にも送ったから。速報 RTA、 タイマースタートね。なんて書いてんの？あ、あのセリフか。ん？さっくり言えば、いらない田舎町を警戒で封鎖してそこに、うん、バンバン捨てていこうぜって計画だ。ああ、そこね。え、総務省のゴロつきが来てる？君ら古代メディアがそこで日和るのはそっちの勝手だけどね。先にネットでインフルエンサー数人に拡散させといたから。おう。あとで政権に屈したマスゴミって叩かれるのがオチだよ。娘さんのピアノ発表会うまくいくといいですね。では吉奈に。どうなんのこれ。あともう一人で小日向と行く？突っ込むの霊夢局に。もしもし、丸岡しおりさんのご遺族の方でしょうか。丸岡しおり死んでないっすよ。あ、え、え、待って、丸岡って男だと思った。女しおり。ジェノサイドの片棒を担いでいた罪悪感で若干死のうかなとは思ってますけど。うん、あのチパチパすんのやめろそれ。罪滅ぼしの後でもいいだろう。神社から結界を奪い田舎町を悪霊でジェノサイドする。うん、ここまでなら霊務省単独でも可能っちゃ可能じゃん。でも村公式サイトや SNS アカウントの抹消、地図アプリからも消滅ってレベルで隠蔽となればさ、他の省庁、与党幹部、通信、SNS 大手各社もぐるって考えるのが自然じゃない？うん、それを確かめる方法一つしかなさそうっすね。前に松原のガレージで悪ノリで作ってたあれ動かせる？何？はい、若干剣道着みたいな匂いしますけど。どういうこと？じゃあ本当にやるんすね。なんか、え、全身なんか鉄の鎧のボディアーマーみたいなやつ。
お礼参りに行くぞ。役人の基本だからな。うわあ、これ最終決戦かな、多分。やっとか。さあ、始まるんじゃないか。だいぶ長いロードだったぞ。ってことは、え？都内各地で暴動、死傷者多数？どえれいことになってます。デモ隊に機動隊、自衛隊が発砲？え？え？霊夢省による、西川村での大量殺人事件は戦後最大のスキャンダルに発展。え？霞ヶ関霊夢省。議事堂前、官邸前のデモ隊は暴徒か？え？機動隊、自衛隊の発砲により死傷者多数。肝心の霊夢省は、警察による事務所捜索を拒否し、籠城。は？本省ビル前で、睨み合いが続いてる感じっす。めちゃめちゃやばいやん。多分その経営艦隊も、伊田政権の差し金だろう。本省捜索を口実に、現政権が関与した証拠を消すつもりだ。これ俺一人で行くん？その前に乗り込み、全ての証拠を回収する。一人で？第一目標、26階。サーバールーム管理端末。ジャガーノートやん。コールオブデューティー出てくる。第二目標27階。指導審議官。ババカゾン。当てろ。なんだこの車。青春を取り逃したあなた、同級生と差をつけたあなた。白石瑞希。特定零細区域侵入。および内乱の容疑で逮捕する。おおむね認めるけど、なんで私って分かったの？こんなバカやるやつ他にないっすよ。この子グレポン持ってね。言うようになったな、お前。来た、グレポンだ。やるんか、ポンポンポンってやる。待って、弾の数えぐ。こんなんもうぶっ破しまくれるやん。よっしゃ行くぞ、やろうぜ。待って、ちょ、ライトもつけれないのかな。ライトもつけれないよね。あ、待って、武器他に何ある？あ、グレポン以外持ってないから、まあこれ一応持っとく。でグレポンにしといて、よし攻め込もうぜ。来るだろう、いっぱい来るぞ。こっから来るだろう、来いよ。そこかい、残酷しかいねえな。どこだ、あそこか、よし。で、そこにも撃とう。楽しくてしょうがねえの。やべえな。え、次どこだ、おい。グレポン強え。おいちょい、おいちょい。私はジェノサイド白石、強いわよ。はい、ドーンドーンドーンドドドドーンドーン。楽しい人殺すの。ちょっとこれにしよう。サブマシンが、なんだ、何の音今の。ちょっと待って、は、あ、なんかいる。よし、あ、はいしょ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 。これなんだ、上か、おらおらなんだよこれ。まだいるか、おい、やっとるぞ。あ、何この赤いの。この壊れたの。上登るぜ。よし、ふぅ、グレポン強え。ん、アーマーがボロボロだ、脱ぐわ。え、もう終わり。25階は入り組んだオフィスフロアっす。取り回しのいい自動小銃と散弾銃を使い分けてください。え、議事堂はあれ大丈夫そう。緊急招集の本会議堂上にボートが乱入し放火。正確な死者数は不明ですが、かなりの補欠選挙が行われるでしょうね。先輩も立候補したらどうすか。これの刑期終わったらね。え、こっち？やばいやん、お前隠れきれてねえから。やばいやばいやばい、よし、まだいるな。女がいるぞ、女の敵。おお、みんな黒パンじゃねえか。まだいるな。もう完全にもうマジジョンウィックだな。本当に行って、どれ、どこだい。オーケー、まだいるな、まだいる。ちょっと待てよ、ショットガンにしよう。これ近距離でしょ、
行くぜ。あい、あ、どんどんどん、おいおい、当たってない。おいおいおい、ショットガンだけど、そんなにあれじゃね、ダメージ量そんな高くなくない？結構いるね、まだ。じゃ、何も見えん、何も見えん。あいじゃ、結構これ、このショットガン集団率高くね？あ、待って、ライトマシンガンがあった。ちょっと待った、待った、待った、ちょっと待った、ちょっと待った、やばいやばい、敵の量がやばい。大丈夫？ちょっとまずいっすね、はい。よいしょ。で、ここにグレポンをぶん投げまして、グレポン出ねえ。いいよ、ナイスナイス。で、ちょっともらうわよ、武器。ショットガンじゃなくてこっちの方いいな。これでもう連射しまくろう。いるね、ほら、顔出しな。おっ、うこっちにもいるだろう。いるな。よし、上にもいる。よしよし、やった。どこだ？あ、ないね、ここか、あ、そこか。やばい、グレポン、いいよ。よしよし、やばい、死ね。おっさ、ぶねぶね。大丈夫？来てんじゃねえの今。よし、そっちそっち。上のやつやばいな。やれやれ。よし、オッケー。で、どこだ？ちょっと前出よう。よし、いよ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 、こいつも死んでない。あ、これあれか。グレッポン、ん、これ、う、撃ってこなくない？このままいけんじゃね？うお、いる。よし、オッケー。このまま上登って、なんこいつ、勝て、なんだ、めちゃめちゃ勝てん。なんで、おー、しゃったー、ぶねえ。なんこいつ、こいつさっきの俺のジャガーノートと同じやつ。こ、なんか同じか。あ、武器同じだな。よし、行ってやるで。リロードしといて。ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、これそういうことか。やっぱりこれ上に手榴弾投げてってことだな。はい、よいしょ、これで死んだろ。オッケー、よし。弾補充しといて。もう死んだでしょ。やったやったな。サバルーム向かい。やばい、あの数やばいっす。どこ、よし、やばい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 、はいはい、あっぶねえ。端末アクセスで、あっぶねえ、マジでめちゃめちゃ死ぬかと思った。なんか敵来てない？よし、ルートアクセス確保、転送チャンネル確保。え、ってかさ、あれ、シルちゃん髪切った？ラナと関連とおもしきファイルを自動集積しつつ転送中。ん、飯島家田中家、なんこれ。てかここってサーバーファームプラス納骨堂っすね。はい、なんせ東京は土地ないんで最近流行ってます。あ、そうなの。ババケ、ババケで止まんの何。あと余談ですが、ドアがロックされた以上武装霊が複数接近中。嘘でしょ、何やそれ。この墓石かたまた山村家一応落ちたんすけどじゃあこうだな結局違うと思いますよ、絶対に違う山村家になんか恨みあんの？前に構える。どこどこどこ、見えずれ。どこだ、あ、そこ。ちょっと やばいやろ、ちょっと分かんねえよマジ、どこにいんのか。え、見えんて、どれ、どう行くの、こう、こうか、こう行って、おれシェッ、おれボケ、そそボケ、これやばお、死ぬわけわからん、死ぬかよ、何が起きてんの。いや普通にさ銃で戦ってくれん、ちょっと手榴弾もないやん、嘘やろ。まずここに一人目でしょ、ちょっと殴って。よし、で次、よし、これ一回隠れようか、一回隠れようか。ちょっと赤、あの、ちょっと外が取って、ちょっと待って、もういやこれ使わねえよこんなん。よし、オッケー。でまだいるよな、どこ、全然見えん、マジでナイトビジョン使えねえもんな。あ、いたいたいた、よし。でまだいる、どこだ、どこどこどこ、見えん見えん、あ、いたいたいた、よし、まだいる、いって、どこ、あ、見たいたいたいた、ちょっとマジで視界悪すぎ。フラッシュバンとか使ってみる、グレネード投げよう。よし、
多分出てきたりする。絶対誰か死ぬやろ。おっしゃよっしゃ、やっぱりないると思ったんだバーカ。ここにもいるだろ。見えよし、オッケー、1人やった。よし、オッケー、ヘッドショットした。で、まだいる？もうやったんじゃね？あ、これでこっちか。ふぅ。え？何も飛んだの？今の俺飛ばなかった？誰？え、これ何年か経ってんの？これ、小日向じゃね？髪めっちゃ短くなってる。審議官、あ、審議官か。少々お時間よろしいでしょうか。5分程度なら。内部告発者白石瑞希と見られる。おう。しかしまあ本省の警備はさすがに堅いですね。勝手に進めない。なにこんな撃たれてたの前列左から2番目の隊員が私の甥だった。知らんがな。お悔やみ申し上げます。借り出すな。じゃあどうかね。昨日までの同僚を殺した気分は最高です。もうハイになってますわ今。昨日までの同僚に殺されかけたので、まあトントンですね。そうだな。屋上にヘリ止まってますけど、なぜ逃げないんです？罠か。周囲のビル屋上にスティンガーを構えた自衛官が配置されている。なんでだよ。井田総理の指示だろう。逃げ場はない。あ、じゃあ審議官も捨てられたんですね。しゃあ。そもそも顔も名前も対象にさらされた状態でヘリで逃げようが大した時間稼ぎにもならん。もう死を覚悟してんのね。じゃあ撃て。すべて終わったのだ。まあ元気出してください。出ねえだろ。船渡計画に私は霊夢官僚としての全リソースを注ぎ込んだ。なんだお前、パチンコやって幾年にもわたる資金調達、綿密な各所への根回し、そして迅速な実行と後処理。めっちゃ娯楽楽しんでるやんけ。クソだなこいつ。全ては国民のために、例外に怯えず暮らせる未来のために。嘘つけよお前。それを通りがかりの私服の趣味が極めて悪い平職員に一晩で潰されたのだ。だってジョン・ウィックの娘みたいなもんだもん。かわいそうに。ということで、まだ名前出てない関係者全部入ってください。バズりやすいよう縦画面で撮りますのでお、まだあがこうとしてる。私立清涼小学校3年2組男子9番、指導下彦くん、吉彦くん息子、連れが用意したワゴンですやすや眠ってますめっちゃ悪党みたい。こっちがちょうど今寝返りを打ったそうで。子供の魂ってね、基本的に悪霊化しにくいんですよ。うん、めっちゃウイスキーある。まず怨念を抱けるほど自我が発達しないですから。ただし生前に何かこう身体的あるいは精神的苦痛を長時間受けたりすると別です。孫は関係ないだろう。サイカー村のじいさんばあさんには孫がいないとでも思ってたんですか。そうだよ。そもそも違法幽霊増加の根源は高齢化や経済悪化に伴う孤独死や自殺の増加。あなた方の仕事はそれらをどうやって防ぐか考えることだった。うん、そうだぞ。限界集落をゴミ箱にして未来のためにはお言葉ですが頭が湧いています。先輩、マジで子供さらったんすか。うん、しょうがねえだろ。ハッタリに決まってんだろバカ。あ、そうなの。お前すげえな。こいつめっちゃ騙されてるぜ。めちゃめちゃ家にいたらどうすんの。息子は今めちゃめちゃ厳重な家でめちゃ寝てると思うけどねって言われたらどうする。あれだけ大掛かりに村の存在を隠すなら相当な数の行政組織や企業を動かしたはず。まあサーバー室から転送した程度で大方裏は取れるでしょうが、
それじゃあなんかパンチ弱いんですよ。あの事件といえばこれで、一生ネットで擦られる強烈な自白映像を残したいんです。録画してなくない？これもハッタリにする気？すべての代議士と官僚の皆さんに、あと50年くらいは PTSD に苦しんでいただきたいので。死んでるやん多分。言えば孫は解放するんだろうな。んでもお前殺すよ。お前ミコちゃんの命を西川村の213名に誓って。わかった。あれなんかレーザーポイント、だから時間切れ。くそ君射撃うまいね。来た小日向。そんでお前は大事な時に勘が鈍いね。おかしいな、死人が歩いてる。え、現政権が船戸計画に関与した痕跡を残らず抹消したいのなら、それを持ってるであろうあんたは真っ先に消されてるはず。え、いい質問ですね。まず俺が握ってる情報は船戸計画だけじゃない。霊夢局所属ってのがそもそもカバーだからな。え、台湾での戦争、犯罪、隠蔽、性的の暗殺、収賄、談合、その他もろもろ。政権をあと5回はひっくり返せる激アツ情報カードがあんだよ、俺には。え、お前、待って、霊夢局の人間でもないの、結局。そんな情報にアクセスできる素敵な職場って、どーこだ？内閣情報庁。正解！そっちが俺の本職ね。内閣府のコーヒーはマジでうまいぞ。お前スパイだったの？今まで。結構長年、霊夢局にはいたんでしょ、でも。というわけで、それらの機密を黙っておく、プラス、白石瑞希の暗殺遂行と引き換えに、顔、声、名前を変えて、再スタートする権利を得たってわけ。は？そこまでして生かすの？こいつやっぱポテンシャルすげえんだな。商売上手ですね。タバコ吸うな、お前。まあ、霊夢省は、今回の件で解体は決まりだろう。うん。除霊行政は、各自治体と民間に丸投げってところか。もちろん予算のない地方は、地獄を見るだろうが。その分、大都市圏への移住者は増加する。大体、人口が1億切ろうってんのに、田舎まで面倒見るってのが無茶な話なんだよ。東京さえ生きてりゃ、この国はまだなんとかなる。なんでだろう。東京に全幅の信頼を寄せてるの、死んでも治らんタイプのカッペですね。確かに。やれ。頑張れ、マロンカ！なんか動け、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 やれやれ、急げ！お前すげえタイピング半端ねえな。ん？お、ルンバ！行け！いて。だあもうやっとけよ、やっとれよ。おいさ、グレネード投げて、グレネード投げて、グレネード投げて、どんどんグレネードどんどん投げて、ほらグレネード、グレネードどんどん投げよう。グレネード投げとけば絶対死んでくから、勝手に。ほら誰も死んでなくね。あ、死んでる死んでる。よし、はい、どど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 ど
ちょっと待って、あの、ちょっと待ってもらって、何で死んだ今敵。ふぅ、パパ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 、かたくね敵。パンパン、パン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 、ちょっと待ってね。もう一回頭出してくれれば嬉しいんだけどななんて。はい、パパパパパパパ、よし。まだいる。はい、パパパパパパ、よし、ヘッドショットかね。はい、パパパパパ、よし、はい、静止から決めんね。まだいるな。はい、顔出せ、顔、ほら。顔出せ。あ、よし、OK。あ、なんで当たってないの。はい、顔出せ。お前、そんな、バカたれよ、お前。よし。こっちから回ってもいけるってことか。あ、いけるね。まだいる？もういないね。よし。で？もうこの壊せ全部こんな。この嫌なこんな。どこだ次。上か。上行きますぜ。多分すぐいるだろう。え？屋上の敵を殲滅せよ。こんにちは赤ちゃん。よし。やべ。ちょっと暗い量が半端ない。何も見えんこれ暗いすぎると。やべ。どこだ。はい、手榴弾こんにちは。はい、ドド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 、よし、リロードしといて。いいよ、まだ全員来てるね。はい、ドド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 、やばいやばいやばい、勝てえのよ敵。ヘリコプターまだ行ってない。行ってないね。よし、オッケー、あと一人。クラッシュバーンは良くないぞ。やったやったチェン、行くぞ。まだいる。いや、勝てグレネード投げろ。よしよしよし、でリロードしといて。まだ、え、こっちにもいる。おーい、こっちから出るとか止まらなかったよね多分君たちね。よっしゃー、いらない、もういない。まだいる。うーい、おっしゃ、ヘリパッドに向かって、これ、あれ、お日向だ。まあ、そういう時もある。おい、あれカプコン製ヘリやろ。誰か撃墜しろって。バコーンって。あ、レーダーロック。あ、あ、あ、待て、アリエちゃん。事務長、どんだけワイロ積んだと思ってんだよ。ざまぁ。おい、埼玉やられたぞ。埼玉、事務長のアパッチ撃っていいのか。埼玉、上に確認を。あぁ、え、事務長。白石ちゃん。そりゃ白石、今日から2年目か。え、死ぬの？いろいろあるけどさ、陸地の頃より楽しい？仕事。打つのが生きた人間じゃないのは楽ですけど、この仕事って意味あるんですかね？どうした急に。お、一体ちまちま除霊してても悪霊が増える速さに全然追いつかないし、多少汚い手使ってでも何か根本的な解決が必要じゃないかって。警察？課長って本省では除霊政策課にいたんですよね。もし何かアイデアがあるなら自分やりますよ。あ、撃ってる。お前さ、汚れ仕事やるんで指示くださいなんて主体性ないやつに任せる悪といると思うか。今はただ目の前の仕事に集中しろ。先に上がるぞ。名前が緑になってる。お疲れ様です。頑張れ白石。最後は赤文字だった。敵としてのセリフだったぞ最後。いや、生きてるね。生きてる。どうなんだろう、生きてるよね。ん？
サイカー村。なんて読むの？アームギヒエ？はいどうも、アームギヒエでーす。視聴者が気にすることじゃないでしょ。16人死んでるのはやばい。うん。これどこ？地域は回れ右。低評価めっちゃ高評価34って逆にすごくね。17,300人も見てて高評価34なのめっちゃおもろ。めっちゃ嫌われてるよ。はい、ということで今回ですね、リクエストが非常に多かった滋賀県伊熊町の岩くつき廃工場にお邪魔しちゃってます。めっちゃ嫌われてる。チャットはな、なんか大丈夫なのに。なんとこの工場、50年ほど前に16人が事故で亡くなったそうで、うん。霊務省の特定例外区域となっておりまして、遺族から立ち入り禁止の激アツスポット。まあ不法侵入だよね、これ。現在時刻はですね、もちろんみんな大好き午前2時。出るでしょう、これは。出なきゃ訴えるまである。襲われろ。まあ出るのは確定なんで、会話ができるのか、催涙スプレーは効くのか、などなど。催涙スプレー持ってきてんの？いろいろ検証していきたいと思いまーす。こんな建物、放置しとく行政が悪いですから、私がやらなくても誰かやりますよ。それじゃあ、入っていきましょう。皆さんも部屋、暗くしてみてね。食われろ。なんかに食われろ。うーわ。マジで真っ暗じゃん。当たり前か。襲われろ。特撮のロケとかで普通に使えそうだよね。怒られるぞ。怒られるどころじゃねえよ。なんだこれ。ん？なんかの車輪？なんかリアル？映像の質が。とりあえず進もう。ちょっと待って。めっちゃ血ついてるって。え？てかこの血、新しいのか？最近ついたやつじゃない？おお。やあ！本当に出た！ブレ。え？ヘルメット。かぶれ！やらあ！いや、二人とも引くな。二人とも引くな、おい。地雷じゃん。近畿霊夢局です。お前死にたいんか。またセラフくん。どうしてここに。おーし。はあ！スマホ！ああじゃないが。いいね。悪霊生配信したらスマホにも視聴者にもつくだろうが。で、もう一気ぶん殴った。でもこの廃工場リクエストめっちゃ来てて、それはそれはそう、私が服分かれてしまったから。お前かい。何やねんそれ。至急至急バルチャーから近畿イグマの廃工場インシデント発生。バズ狙いの配信者が無断侵入、例外による負傷。例外じゃねえだろ。周りの病院まで搬送予定。おそう、何より、場内の域内の幽霊が多数活性化、市街地に広がる前に空爆を要請する。空爆？あれ課長、もしかしてこれ丸岡だったんじゃないの？負傷者搬送の件了解。空爆についてですが、その工場解体費用の負担をめぐり県と町がまだそう、途中で、はい。霊体法13条、緊急条項。特定例外区域内への無許可侵入者が違法幽霊による危害を受けた場合、第一に人命救助を実施した後、地域管轄局の裁量により、建築物の撤去または破壊を許可する。先輩、最初からそれ狙いで配信者焚きつけたんすか？あ、そういうこと？全部お前の計画のうちってこと？あ、やっぱそうだわ。おい課長閣下、課長なんだから課長っぽく話せよ。まだ2日目っすよ。2日目かい。勘弁してください。お前昇進したな。
偉くなったな。小日向は禁煙中でも部下に投げる用の灰皿机に置いてたんだぞ。どんと構えろ。マジかよ。じゃあとりあえず空爆で。あらかじめ飛ばしておいたアパッチがこちら。こちら麻雀でボロ負けしたハンター1。負傷者を爆風圏外まで、護送する。その後の合図で前頭を投げ払え。了解。これでチャラだよな。そうだと言ってくれ。自分ここに立ってる意味あります？形だけじゃね。課長は拗ねないの。自治体と本省への事情説明って晴れ舞台はちゃんと残してあるから。負傷者届け次第直帰。あと月曜有給取得します。良い花金を。以上白石。とんでもない話だが、私と丸岡は職場復帰した。ね、よく戻れたね。暴動後の暫定政権で敵の椅子に味方が座ったのもあるが、ああ。サイカー村事件を暴いた二人を檻に入れておくと世論が収まらないと判断したんだろう。なるほどね。何がムカつくかというと、実際のところ小日向も指導も正しい。うん。全国の霊夢機関が1年で除霊できるのは2000から3000体。同じ年に違法幽霊は1万体以上発生する。キリがないのは分かっている。一公務員でどうこうできる問題ではない。だが今の私には除霊を続ける明確な動機がある。現世から葬る魂、その一つ一つを。お、ヒガマンだ、ヒガマンだ。サイカは綾音への捧げ物として命ある限り送り続けることだ。ああ。終わりなのかな。わあ、終わった。いや、おもろかったな。え、めちゃくちゃおもろかったんだけど。うん、なんかジョン・ウィックみたい。裏切られてみたいなね。なんか自分になんかダメな嫌なことがあってみたいな。嫌なことっていうか、まあ、今回裏切りだったけど、で奮起して全員ぶっ殺して、いやただホラーではない。全くホラー要素なかったね。あったけど、貞子とか花子さんとかね、後半だって武装した霊だからね。そんなもんあんま変わらんから、人間とね。銃撃ってくる霊なんて怖くねえから。いやでもめちゃめちゃおもろかったですね。ストーリーはなんか熱かった。めちゃめちゃあの巫女さんたちが死んじゃっていくのがちょっと辛かったけど、でもこれが面白い要因なのかもしれない。めちゃめちゃ面白かったです。作者さんありがとうございました。なんか続きとかあったりすんのかね。なんかほんと綺麗に終わった感じがするけどね。白石社の戦い続くのかな。ただもうあの綾音ちゃんとかどうなるんだろう。もう生体でも死体でもないみたいな感じで言ってたよね。いやー、ただゲーム的にもめちゃめちゃ面白かったです。はい。これは日本なんかめちゃめちゃ英語だけど、キャラクターセット、うん、なんかあのキャラクターとかすごいシンプルだけどなんか愛着湧くよね。俺やっぱ一番愛着湧いたのね、あの白石ちゃんもだけど、あのミコちゃんね。ミコちゃん好きだったな本当に。まあ死んでしまったけど、ララルのアトリエ、ミコ装束、いろいろあったのかな。うん、なんかシンプルだったけどね、見た目キャラとかね。ただその分めちゃめちゃストーリーとかも面白かったし、割とめちゃめちゃぶっ飛んでて、うん、なんか最初はこんなゲームだと思わなかったけど、やっていくうちにもう慣れたし、普通に、とにかくストーリーが面白かったね。いやー、俺小日向も別に全然嫌いになれなかったな本当に。シドウってやつはもうあんま出てこなかったから正直どうでもいいけど、小日向ね、いい悪役って感じがする。純粋悪じゃなくて、あ、でも純粋悪なところもあんのかな。結構だって裏引いてたよね。そのなんかもともと別のスパイみたいな感じで出てきたし。もう音楽かっこいいな。ちょっと聞いていい？これなんか結構戦闘とかで流れてた曲だったりするのかな。あ、これ結構聞いてたかも。これいいね、かっこいい。竜が如く感もある。チンピラとかになんか絡まれた時にこの BGM 流れそう。おれって
ごめんなさい、話それましたね。はい、ということでこの作者さんのこのゲームが多分一番最初の作品だったりするのかな、まあ、ちょっとあまり調べてなくて分かってないんですけど、これが初作品だとしたら、いやなんだろうな、まあ、ゲームとかストーリーとかももちろん面白かったんだけど、やっぱりこう逆センスよね。うん、なんか俺めっちゃツボだったわ、この作者さんのお笑いめっちゃおもろかった。はい、ということでちょっと飛ばしたりとかはできなさそうなんで、はい、俺結構エンディングトーク下手なんだよね。僕結構頑張って喋ってんだけどさ、モッピーサウンドさんありがとうございました、うん、なんでこの人だけには感謝したんだろう。はい、いやこの BGM なんかあれかな、フリー音源だよね多分、なんか結構聞いたことある気がする。及川泡麦ひえ、なんかあれなのかな、結構いろんなゲストで出たりしてんのかな、また配信者の人とかが、あこのなんか今出てる人たちが結構出てたのかな、こんないっぱい出てたんだね。へー、とにかくめちゃめちゃ面白かったです、ありがとうございました。本当にすごい、本当になんかいいアクションゲームをやった気分。あこれで終わりなんだね。はい、ということで、タイトル画面だけがホラーっぽい、近畿霊夢局でした。うん、めちゃめちゃ面白かったです。なんか本当に一つのアクション映画を見た気分でしたね。はい、白石ちゃんの今後の活躍、そして丸岡のなんか上司感漂うなんか今後もしか見れたりしたらめちゃめちゃいいですね。はい、でなんだかんだ言って小日向が生きてるみたいなことあってもまあおもろいかもしんないね。あいつ絶対そんな、いや死んでるか